モンロー軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州にある軍。2005年の推定人口は42,644人で、軍庁所在地はスパルタである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積2,352平方キロメートルである。このうち2,333平方キロメートルが陸地で、 19平方キロメートルが水地域である。総面積の0.83%が水地域となっている。2000年国勢調査時のモンロー軍の人口ピラミッド2000年、現在の国勢調査で、この軍は4899人、15399世帯、及び1794家族が暮らしている。人口密度は18平方キロメートルで、7。 平方キロメートルの平均的な密度に16,672件の住居が立っている。この軍の人種的構成は、白人96.52%、黒人0.46%、先住民0.92%、アジア系0.48%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種0.85%、および、 根結0.74%で、人口の1.81%がヒスパニック、または、ラテン系である。住民のうち45.5%が、ドイツ系、13.4%が、ノルウェー系、7.6%が、アイルランド系、6.3%が、アメリカ系、5.0%が、イングランド系移民の子孫である。住民の92.9%が、 英語3.1%がドイツ語2.2%がスペイン語をそれぞれ母語としている15399世帯のうち34.50%は18歳未満の子供と暮らしており56.70%は夫婦で生活している8.80%は未婚の女性が世帯主であり29.90%は 家族以外の住人と同居している。25.00%は独身の居住者が住んでおり、10.70%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.60人で、あり、家庭の場合は3.11人である。軍内の住民は28.10%が18歳未満の未成年。 18歳以上24歳以下が7.70%、25歳以上44歳以下が27.50%、45歳以上64歳以下が22.80%、及び65歳以上が13.90%にわたっている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は101.50人いて、18歳以上の 女性100人ごとに対して男性は99.60人いる。ウィスコンシン州において、町とは、軍区を意味する。ウィスコンシン州、モンロー軍の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年12月23日閲覧。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがと,、sure、ごとうございます。